カットライン。私の名前はリン、どこにでもいる普通の OL です。今は広告代理店で働いています。私には妹がいて、この度結婚することになったとお母さんから報告を受けました。もう自分のことのように嬉しくて舞い上がっているのですが、ヒロシ先輩おはようございます。おはようリンちゃん。ちょっと聞きたいことがあって、今大丈夫ですか？うん、大丈夫だよ。どうしたの？来週結婚式に行くことになって。わあ、そうなんだ。私今まで結婚式出たことなくて、どういう服装で行けばいいかわからないんですけど、特攻服とかじゃダメですか？ちょっと何言ってるかわからない。せめてほらパーティードレスとか。ああ、やっぱりそうですよね。なんかイメージつかなくって。結婚式といえば新郎側のメンズたちもいるわけだし、衣装もメイクもバッチリしていかないと。出会いも結構あるみたいだし。あ、それは大丈夫です。あ、ごめんなさい。そういえば私、白のワンピースなら持ってます。こらこら、白は主役の花嫁が着るものなの。花嫁より目立ってどうする。へえ、知らなかった。フリフリで結構可愛いのに。ダメなものはダメなの、常識だから。じゃあやっぱり買わなきゃダメですね。メイクの練習もしなきゃだし。そうだ、ヒロシ先輩アパレルの広告担当ですよね。最新のファッション事情詳しいでしょ。買い物付き合ってもらえませんか？しょうがないな、そんなに自信ないけど。じゃあ土曜日10時半スカット駅で待ち合わせね。買い物当日。ヒロシ先輩、これなんか良くないですか？動きやすいし。あー、冗談でしょう。ごめんなさい、どうしても癖でスポーティーな服選んじゃうんです。いや、なんでだよ。小さい頃うちの家裕福な家庭じゃなかったので、それが理由で妹がよくいじめられてたんです。そいつらをぶっ飛ばすのが私の役目だったので。なるほどね。でも妹ももう大人だし大丈夫やね。あ、そういえば妹のプレゼントも買わなきゃ。ヒロシさん、探すの手伝ってくれますか？昔妹が欲しいって言ってたやつがあるんですけど、なかなか手に入らないみたいなんです。10店舗くらい回るつもりなんで覚悟してくださいね。いや、実はこの後用事がありまして。ん？なんか言いました？さあさあ、次のお店行きましょう。おい、マジかよ。勘弁してくれ。そんなこんなで私はヒロシ先輩に選んでもらった衣装で準備万端。初めての結婚式、大好きな妹の幸せな姿を見るのを楽しみに、私の頭の中は完全に舞い上がっていました。結婚式に慣れているヒロシ先輩は最低限のテーブルマナーも教えてくれて、来週の結婚式の準備もバッチリ。当日を迎えるだけとなりました。結婚式当日、私はなけなしの給料で買ったワンピースと YouTube で学んだ今時メイクで仕上げ、ワクワクした気持ちで妹にメッセージを送りました。今日はいよいよ結婚式だね。すっごく楽しみ。はぁ、何言ってるのお姉ちゃん。私招待状なんて出していないし。だってお母さんに聞いてこの日をすごく楽しみにしてたのに。お姉ちゃんの気持ちとかどうでもいいから。どういうこと？これでも一応姉妹だよ。だからお姉ちゃんなんて招待してないし。いや、ちょっと待って。姉妹なのに結婚式出れないとか普通ないと思うけど。あのさ、前からずっと言おうと思ってたけど、私お姉ちゃんのこと大嫌いなの。ねえ、どうして急にそんなこと言うの？小さい頃はすごく仲良しだったよね。冗談だよね。ウケる。さっきから意味不明なんだけど。言っとくけど、姉と思ったことなんて一度もないから。いつも他人と喧嘩ばかりして人に迷惑かけてさ。だいたい小さい頃から私の友達に暴力振るうから、余計に風当たりが強くなったんだからね。その時からお姉ちゃんのことは嫌いなの。ごめん、でも私はランのことを思って。あのね、お姉ちゃん、私の旦那さんになる人、由緒ある家系なの。そうなんだ。お姉ちゃんみたいな人が姉妹だってバレたら結婚できなくなっちゃうでしょ。ひどい。そんな言い方しなくてもいいじゃん。無理無理、絶対来ないでよね。私は純白のウェディングドレスを着て、純白な心で今日という日を迎えるの。それはわかるけど。とにかくお姉ちゃんの席なんてないから。メッセージのやり取りを終え、私は悲しさと悔しさで涙が止まりませんでした。こんなにも一方的に嫌われていたことを初めて知りました。確かに昔は喧嘩っ早くてよく暴力的なことをしていたけど、妹のことを思ってやっていたことだったのですが、
妹にはただ迷惑と思われていたようです。気がつくと私は職場に向かい歩いていました。そこにはちょうど休日出勤を終えたひろし先輩が帰る支度をしていました。私は妹とのメッセージのやり取りを泣きながら全て話しました。なんだよ、ダメだよ、りんちゃん。それはりんちゃんの優しさを誤解してるよ。ちゃんと向き合って話をしなきゃ。今からでも式場に行った方がいいって。もういいんです、私が行くだけで迷惑なんで。さあ明日からも頑張るぞと意気込み、ひろし先輩にお礼を言いその場で別れましたが。お姉ちゃん来なくてよかった。なんか怒ってきそうで心配だったのよね。ちょっとやめなさい、誰か手を貸して。相沢家の会場はこちらですね。こら、ちょっと一言だけマイクお借りしますね。ちょっと何、あなた誰？あ、ただいまご紹介に預かりました、私新婦の姉凛さんの職場の先輩ひろしと申します。なんなのよ、人の結婚式をぶち壊しに来たの？いやいや、一言だけ伝えようと思いまして。はぁ？凛さんは今日という日をとても楽しみにしていました。いつももじもじして自分の意見も言えないような、泣きながら自分の後をついてくるだけの妹が、心から信頼できる旦那さんと出会えて本当に嬉しかったって、旦那さんにも末永くよろしくお願いしますって、そう言いたかったそうですよ。リンさん、あなたのことずっと嬉しそうに話してましたよ。それにあなたを喜ばせるためにお店何軒も回ってプレゼント探してたんです。そんなお姉さんがあなたにとって本当に邪魔なんですか？家が裕福ではなかったそうですが、リンさんはそれが理由で嫌な思いをしてほしくなくて必死にランさんを守りたかったのだと思います。そんな姉に愛されたランさん、これからも二人仲良くお幸せに。失礼いたします。翌日の朝。お姉ちゃんごめん。ラン、どうしたの、こんな朝早くに。私、お姉ちゃんの気持ち全然分かってなかった。いいの、私も見本となれるようなお姉ちゃんじゃなかったしね。これからは一緒に買い物行ったり映画に行ったりできるかな。もちろん。ラン、本当に結婚おめでとう。何かあったら頼ってね。うん、ありがとう。そうそう、お姉ちゃんの先輩ひろしさんって言ったっけ？うん、そう、ひろし先輩すごくいい人だね。そうなの、すごく優しくて面倒見もいい先輩だよ。へえ、そうなんだ。でもどうしてひろし先輩のこと知ってるの？だって会場に乗り込んできてマイク握ってスピーチしてくれたから。私には何も言ってなかったよ。その後私にひろしさんが、りんちゃんは弱い人は守り、人として間違ったことは絶対にしない、自分のことより他人の幸せを考えれる人だ、そんな人と家族のランさんが羨ましいですって。でもお姉ちゃん、いい人に出会えてよかったね。後日、妹は私のことを結婚相手に隠していたことが恥ずかしくなり全て話したそうです。気にしていたのは妹だけで何の問題もなかったそうです。何年も妹と会っていなくて二人の間には壁ができてしまっていたけど、ひろしさんが私たちの心の壁を壊してくれたんだなと思います。妹と仲直りができてひろし先輩には感謝しかありません。もうすぐクリスマス、今回のお礼もきちんと言っていないし、私も勇気を出してひろしさんを食事に誘ってみようかなと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。